定刻になりました。総合資源エネルギー調査会電力ガス需要分科会原子力小委員会第19回放射性廃棄物ワーキンググループを開催いたします。本日もご多忙のところ多数の委員の皆様にご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の委員の出席状況でございますけれども、徳永委員がご都合により欠席でございます。それからオブザーバーをご紹介いたしますけれども、原子力発電環境整備機構より近藤理事長および梅木理事、それから電気事業連合会の方から若干遅れてのご到着ということでございますけれども、広江副会長の方にもご参加いただくことになってございます。次にお配りした資料の確認をさせていただきたいと思います。座席表配布資料一覧に続きまして、理事次第、それから委員名簿、資料1といたしまして地層処分技術ワーキンググループのこれまでの議論の整理、参考資料1でございますけれども、本日の会合の参考資料、それから参考資料2で、先般の基本方針の改定案の意見紹介及びパブリックコメントの実施についてと、それから参考資料3、そのパブリックコメントにかけた案文そのものでございます。さらに席上のみでございますが、昨年、両ワーキングで取りまとめました中間取りまとめの冊子を席上にお配りしてございます。過不足ございましたら事務局の方までお申し付けいただければと思います。よろしいでしょうか。それでは以後の議事進行を増田委員長にお願いしたいと思います。はい。それでは、私の方で以降の議事をお手元の議事次第に従って進めていきたいと思います。今日の会議の終了予定時刻、18時を念頭に置いておりますので、議事運営にあたりましてのご協力をどうぞよろしくお願いしたいと思います。議題は、繰り返しになりますが、地層処分技術ワーキングにおける検討状況になっております。現在、ご案内のとおり、科学的有望地の要件基準について地層処分技術ワーキングにおいて技術的な観点から検討が行われております。昨年12月に再開してからこれまで4回審議が行われてまいりました。今回は議論の途中報告をしていただきまして、我々放射性廃棄物ワーキングと意見交換を行った上でそれを今後の議論に生かしていただくと、以前からそういうお話を皆様方にしておりましたが、今日はその場というそういう趣旨でございます。それでは、これまでの検討状況のポイントについて、まずワーキングの委員長を務めております、当委員会の委員でもございます栃山委員からご説明いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではまずこれまでの議論の概要を私の方から説明させていただいて、その後の詳細につきましては事務局からご説明いただくという形で進めさせていただきます。で、まずその2ページでございますが、これがその今までの今回ご報告する内容でございまして、今増田委員長がおっしゃられたようにこれまで4回技術ワーキングで議論を行ってまいりました。で、その議論の前提となる概念整理を行った上で安全性に関する事柄についてまだすべて終わったというわけではございませんけれども、要件基準の具体的な検討を行いましたので、それについて報告させていただいて皆さんのご意見をいただければと思っております。まずその議論の前提となる概念の整理ですが、5ページをご覧ください。で、5ページにですね、11月に廃棄物ワーキングにおいてご議論いただいた内容について技術ワーキングでも確認した上でさらに必要な整理を行っておるということでございます。で、特に科学的有望地が何に対する適正なのかということが議論になりました。一言で言えば最終処分地の適正ではなく文献調査の対象地点としての適正であるという整理にしております。で、これがそのそこの5の下にある図のような形になっていて、今何を議論しているかというのがこの左端のところにあるということでございます。
そして8ページに移っていただきまして、その際の要件基準の検討手順でございます。で、廃棄物ワーキングから提示されました枠組みを維持した上で、回避にかかる部分については回避すべき範囲と、それに加えて回避が好ましい範囲も設定しようということにしています。で、これは回避の観点については、データ制約がある場合も代替手法を探してきた方が良い場合があるという考え方に基づいております。そして次に12ページをご覧ください。で、これらの前提を踏まえて廃棄物ワーキングから提示された分類に従って、すなわち丸の1の最終処分施設に求められる環境特性及びその長期安定性の確保に影響を与える事項について、で、ただし、ごめんなさい、はい、で、それから3番目の丸の2でございます。地層処分事業の建設操業時の安全性の確保に影響を与える事項についてと。で、ただし、輸送の安全性については今後の議論としておりますけれども、それぞれ回避にかかる範囲、好ましい範囲の要件基準について検討をしてきました。で、途中の細かい説明につきましては後で事務局の方からご説明いただきますが、これまでの検討ポイントを自己別にまとめますと32ページのようになります。で、これがそのこれまでの要件基準の検討のポイントでございますが、その1が地質環境特性及びその長期安定性に関する回避すべき、あるいは回避が好ましい範囲についてでございます。で、普通、回避すべき範囲というのがございますが、それに加えて回避が好ましい範囲について検討を行いまして、昨年5月の中間取りまとめで示された内容を踏まえて、さらに追加的に要件基準の設定が可能との方向性が得られてございます。それから2番の地質環境特性及び長期安定性に関する今度は好ましい範囲についてでございますけれども、最終処分施設に求められる地質環境特性に基づき個別要素に着目して検討を行ったところ、要素ごとに好ましいと評価するための要件を定性的に抽出することは可能であるが、具体的な基準の設定は困難との方向性が示された。で、これはある地域の地質環境が好ましいかどうかは個別要素間の相互作用も踏まえて総合的に評価すべきものであり、そうした総合評価が不可能な、科学的有望値選定の段階では個別要素に着目した適正評価については誤解を招かないように注意深くあるべきとの意見が示されております。また天然現象の影響を長期にわたって受けにくく、地質環境が長期にわたって安定している可能性が高いという意味での好ましい範囲を設定することについても、システムとしての期待する機能を個別データが得られた段階で総合的に評価すべきものであることなどの理由から慎重であるべきとの意見が示されてございます。そして地層処分事業の建設操業日の安全確保に影響を与える事項については、既存施設の類似例を参考にすることが可能であるために、回避すべき、回避が好ましい範囲のそれぞれの要件基準の設定が可能との方向性が得られております。で、ただし引き続き基準等の精密化が必要な事項もまだ残ってございます。で、それを受けまして今後の予定でございますが、これは、34ページでございます。今後はこれまでの検討ポイントを踏まえまして段階的な調査との関係を整理すること、それから使用する文献データの範囲の、改めての精査、それから要件基準の整理、で事業実現の実現可能性についての議論という、こういう形の議論をしていきたいと考えてございます。で、廃棄物ワーキングでは個別の要件基準の良し悪しというよりも全体の考え方につきまして、最初に皆様が期待されていたことと概ね方向が合っているかどうかというようなことを、ご意見いただければということでございますし、そもそも我々のやっていることの内容が理解が可能かと、一般の方に分かりやすくするにはどういった点の補足や工夫が大事かといったことについてもご意見をいただければと思います。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは続いて補足的に事務局の方から説明をお願いして
お願いしたいと思います。でその上で質疑をしたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。私の方から補足で、ご説明をさせていただきたいと思います。同じ資料1で、ご説明をしたいと思います。今委員長からお話があったとおり、まず議論の前提ということでございますけれども、4ページに中表紙がございまして、5ページ以降が議論の前提が書いてあるところでございます。議論の前提の整理というページでございますけれども、めくって5ページにつきましては、今委員長からお話があったとおりでございまして、廃棄物ワーキングで議論した中身と同じ結論に至っていると言ってよろしいかと思いますけれども、この有望地の議論が最終処分地の適正の保障になるものではない、文献調査に入る前のものであるということをしっかり確認してからワーキングの議論を個別具体で行っていただいたということでございます。1枚めくっていただきまして、6ページ議論の前提の整理括弧2というページがございますけれども、こちらも廃棄物ワーキングで昨秋議論をした議論をまず踏襲いたしまして、さらに若干のその追加の検討をしていただいたということでございまして、両ワーキングで事務局から見て齟齬があるとは思いません。議論した中身についてデベロップしていただいたと理解をしてございますけれども、確認的に申し上げますと、その一番上に使用する文献データについてという黒丸がございますが、科学的有望地の定住の目的に鑑みて以下のものに限って使ったらいいのではないかという議論になってございます。一つはその信頼性の観点からしっかりとその品質クオリティが保証されたデータを使うのであるということ、それから透明性ないし事後検証可能性の観点から一般的に入手可能なものを使うということ、それから世の中全国にご提示をしていくということを考えますと、その地域間のその文献の濃淡があるということにならないように、公平性の観点から全国規模で体系的に整備されたものを使っていくというようなことが技術ワーキングの方でも合理的だと、適当であるという議論になってございます。それから要件基準というものをどういうふうに考えるのかと、どのように定義していくのかということが真ん中に書いてございます。適正の評価をするために考慮すべき条件を要件として、それからその要件に照らしてある地域範囲の適正の工程を評価するためのその敷地域地のを基準というふうに考えようと、そういうことでございます。このページもう一枚めくっていただきまして、ページがちょっと見えにくくて恐縮なんですが、7ページ要件基準の検討手順というのフローチャートのようなものがございます。左側に回避すべき範囲を考えるときのその検討手順、右側に好ましい範囲にかかる要件基準を考えるときの検討手順が書いてございます。ほぼミラーイメージになってもございますので、左半分でご説明をいたしますけれども、何らかその地層処分に対するそのリスクを想定いたしまして、そのリスクが安全機能の喪失に直結するかどうかということをまず考えようと、でそれでそのやっぱりそれは安全機能の喪失に直結するなということであればですね、例えばその火山の影響によるマグマの貫入と、例えばそういうようなことを想定した場合、回避すべき範囲にかかる要件をでは考えようということでございまして、その上で先ほどの定義に従いまして、定性的なその要件と条件というものを具体的な定量的な基準というふうに考えたときに、どのようなことが言えるかと、明確なクリアカットな基準が設定できるだろうかというふうに考えまして、可能だということであれば回避すべき範囲というものを設定しようと、そういう手順でございます。ただこの場合、現時点で先ほど申し上げたような観点から見たときに利用可能な文献データが世の中にあるんだろうかということをチェックいたしまして、あるといった場合にはそれがその有望地のいわゆるマッピングの作業に使えるだろうと、そういうことでございます。
それから先ほど栃山委員長の方から会費の方については会費すべきということだけではなくて、もしクリアカットなデータがない場合は代替指標の利用の可能性も考えて、もしそれが可能であればそうしたものを利用して会費が好ましい範囲というものも考えようと、そういうそのことをワーキングの方で技術ワーキングの方で議論してきたというご紹介ございましたけれども、それがこのフローの一番最後のところでございまして、クリアカットの文献データがない場合でも代替指標の利用可能性をチェックしまして、利用可能な場合はそうしたその好ましい回避が好ましい範囲というそのことを設定しようじゃないかと、そういう議論でございます。めくっていただいて8ページは先ほどご紹介があったところでございまして、オレンジ色の線がもともと廃棄物ワーキングの方では回避すべきというところを1本で議論されてたところ、回避のところをより注意深く考えると、今の申し上げたような回避が好ましい適性の低い可能性が高い範囲地域というものをできる限り考えていったらいいのではないかという議論で、これまで4回進んできたということでございます。時間の制約がありますので駆け足で行かせていただきますけれども、そうした考え方に基づいてですね、要件基準の検討状況ということをご紹介したところが、先ほど12ページで委員長からお話がありましたけれども、順々に議論をしていったということでございます。そのページをめくっていただきまして、 2-1 最終処分施設に求められる地質環境特性及びその長期安定性の確保に影響を与える事項という中拍子が入ってございます。これは地下の長期の地質環境が大事だということで、まずそこから議論しているということでございますけれども、それにどのような事項が要因が影響を与えるだろうかと、そういう観点からチェックをしたということでございます。1枚めくっていただきますと、14ページで地層処分の隔離機能と閉じ込め機能という、これはご紹介がございますけれども、このワーキングではお説明割愛をさせていただきます。この2つの機能がきちんと保たれていくというのはどういう状況が整ったときだろうかということで検討したということでございます。15ページを見ていただきますと、この2つの隔離機能閉じ込め機能に著しい影響を与える天然現象というのはどういうものがあるだろうかということで表で整理をしているところでございます。縦軸に下半分見ていただきますと、縦軸に隔離機能の喪失にがありまして、その後閉じ込め機能の喪失ということが書いてございます。右軸に横軸に天然現象ということが書いてございまして、火山、断層、隆起、気候と、そういうようなことが列を作って書いてございますけれども、例えば火山の活動、マグマの処分場への貫入と地表への噴出といったものは、隔離機能の喪失に著しい影響を与えると、それからまた火山のその地熱活動といったものが閉じ込め機能の喪失のに著しい影響を与えると、そういうようなことで今丸1、丸3と付したところをご紹介いたしましたけれども、その他丸2、丸3、丸4、丸5と、そうしたようなものがですね、この地層処分の成立性について著しい影響を与えるということで、そうしたものをどうやってまずは回避していったらいいかということで検討をしたということでございます。それが16ページ以降に16ページ17ページというふうに表で整理をされているところでございます。全部をご紹介するわけにいきませんので、一番最初の火山活動のところだけ例としてご紹介をいたしますけれども、想定されるリスクとしてですね、火山火成活動、マグマの処分場への貫入と地表への噴出により放射性廃棄物と人間が直接接触するリスクと書いてございます。つまり隔離機能が喪失されるリスクということでございますが、矢印で右の方に目を移していただきますと、回避にかかる要件ということで、マグマの処分場への貫入と地表への噴出により物理的隔離機能が喪失されないこと、これが要件であると。でもう一度右に目を移していただきますと、回避すべき範囲の基準ということが書いてございます。こうしたその隔離機能喪失を定量的に どの範囲でくくったらいいかと
ということを検討した結果ですね、第4期の火山のその中心から15キロ以内、これはしっかりと回避をすべきだろうと、そういう議論でございます。で、昨年の技術ワーキングの中間取りまとめでも、事前確認をすべき事項として、この火山の中心から15キロというところまで議論をしてたんですけれども、それに加えまして議論を重ねた結果、その下に第4期の火山活動範囲が15キロを超える巨大カルデラの範囲というもの、火山によってもですね、カルデラの場合は15キロを超えても注意深く回避をすべきなんではないかと、そういうような議論がありまして、こうしたところを追加で書いているところでございます。追加的な検討が可能になったという、先ほどの栃山委員長のご紹介は例えばこういうところでございます。それからもう一つ、下見ていただきまして、隆起侵食という欄がございます。これも同じように左から右に目を移していただければなんですけれども、お時間の関係ありますので、回避すべき範囲の基準という今のカルデラの真下のところを見ていただければですね、過去10万年における最大侵食量が300メートルを超えたことが明らかな範囲ということが書いてございます。これは長期間、経ちますとその地表に出てきてしまうと、そういうリスクを想定しているわけですけれども、この右欄にですね、隆起速度最大区分のメッシュがある沿岸部ということが書いてございます。これは回避が好ましい範囲の基準として書いてございます。これは先ほどのフローチャートを思い起こしていただければなんですけれども、回避すべき範囲の基準というものを設定したときに、使えるデータがある場合はそれを基準にしようということでございましたけれども、もしそういうクリアカットのデータがなかった場合にはですね、代替指標の利用可能性というものを検討しですね、そうしたことが使えるのであれば、それを回避が好ましい範囲として補完的にそういう地域を考えたらいいのではないかと、そういう議論でございます。たくさんの資料をお手元に置いておいて恐縮なんですけれども、今のところをですね、少し補足させていただきますと、もう一つ非常に分厚い参考資料をお手元に配ってございます。参考資料1でございますけれども、資料が行ったり来たりで恐縮ですが、参考資料の1のですね、4ページを開けていただけますでしょうか。今ご紹介いたしました隆起侵食に関連する現象ということでまとめてございますけれども、今申し上げたとおり真ん中から黒四角がいくつか並んでますけど、2つ目のところを見ていただきますと、回避すべき範囲の基準は過去10万年最大侵食量300メートルと、そういうことが書いてございます。でその下に回避が好ましいとして隆起速度のことが書いてあるんですけれども、左下半分に設定の根拠というのが書いてございます。過去10万年300メートルを超えて侵食している場合は回避した方がいいと、そういうこと書いてあるわけなんですけども、全国規模の文献データがそうしたものはないと、そうした場合ですね、他方でその代替指標として全国分布図は10万年の隆起速度を見たものがありまして、区分地の最大がですね、10万年で90メートルと、そういうものの、その範囲というものは全国データとしてございますと。そうした場合、300メートルより90は下回っているわけでございますけれども、保守的に考えますと、その300メートルを超えてない部分でも、今の全国データで見ますと、90メートルを超えるような部分は、回避すべきとまでは言わないけれども、回避が好ましいというふうに考えておくことがですね、注意深い検討というふうなことではないかということでございまして、回避すべきのさらに次の概念として、回避が好ましい範囲の基準というのを300メートルではなくて90メートルで設定したと、そういうことでございます。一つの例でございますけれども、先ほど のフローチャート の具体的なイメージを持っていただくためにご紹介をさせていただきました。資料先ほどの資料1の方に戻っていただきまして、その他たくさんの観点から検討したということでございますけれども、
16、17ページがそういう整理でございまして、18ページはこのような整理を今技術ワーキングで行っているんだけれども、まだ技術ワーキングのメンバーの間でも詳細については追加的な整理なり確認が必要なことが残っているということで紹介をしているところでございます。それから19ページ以降が好ましい範囲の設定ということでございます。19ページの真ん中のところ、先ほど委員長からお話があった通りでございまして、私は繰り返しを避けたいと思いますけれども、好ましいという評価をしていくことについてはですね、各要素、例えば熱環境とか力学場とか水利場とか、そういうような各要素に着目して定性的な評価を行うことは、要件を設定することはできても具体的な基準が難しい、それから難しいということの一つの理由として総合評価ですね、法定調査に入れば個別データを総合的に解析をいたしまして全体の安全評価をしていくという段に入るわけですけれども、そうしたことが行われない有望値選定の段階ではですね、個別のデータだけをとらまえて好ましいということは誤解を招くリスクが非常にあるので注意深くあるべきだと、そういう議論をされているということでございます。それから21ページ、長期安定性のところもですね、天然現象の影響が長期にわたって受けにくいというような評価は、これもその段階的な総合評価を待ってからそのような評価を行うべきで、そうでないようなことについては慎重であるべきだと、そういうことが書いてあるところでございます。その次 2-2 の建設創業時の安全性確保に影響を与える事項というところは、まさに地下施設を建設する、もしくは地上施設を建設し創業すると、そういうようなことについての検討が23ページ以降で書いてございます。これも本当の駆け足で恐縮ですけれども、23ページ見ていただきますとですね、23ページ 黒丸が 1,2,3,4 5個並んでおります。上から4つ目を見ていただきますと、処分行動の掘削のという2行が書いてございます。処分行動の掘削の類似事例として地下のトンネルの掘削が挙げられると、そういうところが書いてございます。これは地下施設の建設は、地下に非常に長い坑道、ここでは200キロということを約想定してございますけれども、そうしたものを作っていくということでございますが、それは簡単に申し上げれば地下のトンネル建設を類似事例として考えることが可能であり、そうしたトンネル建設をする場合に考慮すべき事項というのは、すでにどういうことが求められるかという検討が、ここでは土木学会の例を引いてございますけれども、そうしたことはありますので、それを一つのその参考指標として見ながらですね、この地下施設建設で回避すべきことはどういうことか、それから好ましいというとした場合どういうことかと、そういう検討を行ったということでございます。それをまとめてございますのが、また2枚ほどめくっていただいて25ページでございます。25ページ、26ページに整理をしてございます。一つ一つの説明は割愛させていただきますけれども、冒頭ご紹介した検討の手順、フローチャートに従って回避の観点、それから好ましい観点、それぞれ検討したということでございます。こちらについては類似事例があるということで比較的検討がスムーズにいっておりまして、回避、好ましい、それぞれ要件が基準が設定できるものがある、もしくはこの段階で考慮しなくてもいいのではないかというものも確認されていると、そういうことでございます。それからめくっていただいて27ページは地上施設でございます。地上施設も先ほどのトンネルの話とある意味同じだと思ってください。例えばガラス固化体の貯蔵施設というものはすでに青森県の方にございますけれども、それにどのような安全上の要件基準が求められるかということは、原子力規制委員会の方で具体的な規制基準が設定されてございますので、そうしたものを参考としてですね、この地層処分の地上施設の要件基準というものを検討したと、そういうことでございます。その検討結果が29、30というふうに整理をしてございますけれども、これも同じように説明割愛させていただきたいと思います。
地上地下それぞれ31ページ、まだこれもワーキングの技術ワーキングの委員の間で議論が修練しきったわけではございません。若干の論点がございますけれども、議論が大体進んできたということで本日のご紹介に至っているということでございます。最後のところは先ほど栃山委員長からご紹介ありましたので説明割愛させていただきまして、私からの補足説明とさせていただきます。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答なんですが、初めにですね、地層処分技術ワーキングの方にも参加いただいております山崎委員、吉田委員から補足も含めてご発言をいただいて、そしてその後他の方からご発言をお願いするということにしたいと思いますので、山崎委員、それから吉田委員の順でですね、ご発言をお願いします。はい、山崎でございます。どうもありがとうございます。ただいまご説明いただきまして、今回私としてはよくまとまったという気がするんですけど、一番大事なポイントはやはり回避すべき要件と基準と地域とですね、それから回避が好ましい地域を分けたというところだと思います。で、実際今回の場合はまだ文献調査の前の段階ですので、全国統一というか全国的なデータに基づいて分けますから、当然ながらここの地点についての精度というのは、そんなに悪く高いわけではありませんから、ここである地域を決めてしまうというよりはやっぱり本当は避けるべき地域、それからどちらかというと避けた方がいいんじゃないかという地域を分けておいたということは非常に僕は賢明な判断だろうと思います。で、大事なことはですね、その残りの地域はある意味で有望地域なんですけど、これが直ちに処分場になるというわけじゃないですね。これはあくまでも文献というか全国的な文献データの把握ですから、個別のデータ、文献調査に入ったらやっぱり個別の地域はまたさらに詳しく文献を集めて調査をしていかなきゃいけない。ですから私は候補地としては、たくさん出してそれについて本当は検討する必要があるのではないかと、思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。それでは吉田委員お願いします。ありがとうございます。今、私も栃山委員と、事務局の方と、山崎委員からも説明ありましたが、この資料については、非常によく、まとめられているというふうに思います。で、特に回避すべきと回避が好ましい要件についてはですね、技術ワーキンググループでも入門さんの方から、かなりこう、日本全国データの、精査された情報なども提供いただいて、でそれをベースにして、議論して、その追加が可能かどうかというような議論が各、その専門家の分野からでも、議論されたということで、そういう中でですね、大きななんか抜けがあるとかですね、項目的に、検討が不足しているというようなことはなかったというふうに、認識しております。で、一方好ましい要件については今、山崎委員からもありましたが、やはりその全国規模での、限界といいますか、あるいはやっぱりその具体的な地域とか地質環境が見えない中で一つの要素だけで判断できるようなものでもないというような部分もありで、その辺については、今後技術ワーキンググループでどういう議論をしていくのか、考え方等を含めてやっていくんだと思っていますが、その辺をですね、詰めていくというのは課題としてやっぱりあるかなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。それでは他の方の発言ですけれども、いつも通りネームプレートを立てていただいて、こちらから指名しますのでご発言お願いしたいと、おおむねお一人3分を目途にと、いつもいつものことながら申し上げておきますけれども、適宜そこのあたりはお考えいただいてご発言お願いしたいと思います。それではどうぞお願いいたします。それでは高橋委員からお願いしたいと思います。すいません、肝心の8ページについてちょっとこれは質問なんですが、適性の低い地域法定調査の対象外の下に括弧 P って書いてあってですね、これペンディングの意味なのかなと思うんですけど、そうしますとそれは結局34ページで、上記のを踏まえて総合的な地域の適性の停止の方法と法定調査の関係について全体の整理を行うっていう意味では、そこで最終的にこれををですね、このような図の通りにするかを考えるっていうご趣旨というふうに理解してよろしいんでしょうか。
それではですね、今ご質問でございますので、少し何人かまとめてですね、ご発言いただいてからお答えをお願いしたいというふうに思いますので、次、聚楽院、それから佐喜多院と、こういう順番でお願いします。聚楽院、どうぞお願いします。はい、ありがとうございます。今、内山先生、あるいは小林室長からご説明いただいた、この技術ワーキングでのこれまでの議論の整理の内容なんですけれども、この32ページに示されておりますような、これまでのご検討の結果っていうのは、非常に真摯で慎重な態度を先生方示されていて、ご見識に非常に感銘を受けますとともに、基本的には賛同するものであります。でその技術的に個別のところはどうかというのは私は専門性が異なりますので申し上げませんが、ただこの現在の時点でのこういうお見立てだとするとですね、この回避すべきあるいは回避が好ましい範囲については要件基準ともに設定可能であるけれども、好ましい範囲については要件を定性的には言えるかもしれないが、具体的に基準を設定してそれをその絞り込みというんでしょうか、リストアップに使うというのは誤解を招く可能性もあって、本来総合的に行うべきものであるということになるんですが、でそうだとするとですね、その結論自体は私は先ほど申し上げたように、本当妥当なものではないかなと思っている、受け止めているところなんですが、それをその8ページのこの、オレンジ色と緑色のこの図に当てはめて考えますと、これは私の理解が間違っていたら訂正いただけばいいんですが、半分ご質問なんですけれども、この現状ではこのオレンジの部分を示すことはおそらくできるであろうと、しかしその濃い緑の部分を何か確定的に言うことは技術的に難しいということと、それが適切であるかどうかという両面において躊躇があって、今のところそういうことは無理にしない方がいいのではないかというご判断だとするとですね、この緑のところに科学的有望値という言葉が現状では使われているわけでありまして、でこの科学的有望値というものを政府の責任において示して、そこに対する重点的な理解活動等を行った後にですね、公募あるいは政府からの申し入れ等の方法によってですね、具体的にご検討いただけないかと、あるいはそういう地域はないかということを探していくというのが、これまで政府の方針であって、閣僚会議等でもそのようになっていると理解してますし、今般のその基本方針の改定案にもそういうつもりで書き込まれていると思うんですが、この緑は今のところその示せない、あるいは示すことは適当でないのだということになるとですね、で科学的にもそれが妥当だとするとですね、その科学的有望値という言葉で今まで指し示していたもの自体を別に全然やめる必要はないのかもしれませんが、少なくとも今一度考え直して、その含意というか、それは何を指し示すかということはですね、この薄い緑の部分全体を指すことになるのかどうかというところがあると思うんです。そのこのオレンジを除けるということは分かりましたが、じゃあその残りは有望値なのか、あるいはそのまず薄い緑の部分を示した後でですね、その従来より、政府が方針として持っておられるそういう理解活動なり公募等をした上でですね、でそれでそのプロセスに乗っかりますよというところが現れれば、よりその密の高いデータを得られることもあり得るとか、なんかそういう次の前提を別途置いてですね、でそれがあれば今度はこういう方も示せるようになるんだと、でそれでさらにその先に文献調査以降の法廷のプロセスがあると、そういう考え方は例えばあり得るでしょうし、あるいはその有望値というものの考え方自体を従来よりはより緩やかなものにして、この薄い緑のところを対象に何かお考えになるのか、この部分が結構今回のその結論で大きく変わったのではないかなと思いますので、これについてご見解を伺いたいということと、それからその社会科学的条件というのもこの有望値選定には含めるのだという社会科学的観点からの適性というのがこの閣僚会議決定等の文書にも含まれていますが、これの扱いを今後どうするのか、社会科学的な要件というのはよりその定性的なで相対的な議論しかおそらくできなくて、定量的かつ絶対的な基準をあらかじめ設けて適否を判断するというのではない性質のものがほとんどではないかと思うのですが、これを今後どのように扱うつもりなのか、このあたりをまず伺いたいと思います。はい、以上です。それではもう一方、佐喜多院お願いします。
いします。ありがとうございます。ある意味今のジェラク委員のご発言と似ている部分もかなりあるのかと思いますが、発言させていただきます。それで実は科学的適地の公表というようなその検討の過程の中でもう少しこう具体的な条件が出てくる、そういうような形の検討になるのかなと思っておりましたけれども、じっくりとですねご専門の皆さんがご検討いただいた中で回避した方がいいというところは明確に定量的にも言えるけれども、そうではないより適地というところに関しては定性的にしか言えない、ですからできるだけ公表は慎重であるべきというご判断結果が今回見せていただいてですね、私としてはいただく情報としては実は思っていたのとかなり内容が違っていたんですけれども、ご専門の皆さんがきちんとご判断された中でこういうふうに出てきたというのはやはりそれはですねきちんと受け止めさせていただいて、これをですねこういう情報をどういうふうに今後きちんと社会で活用していくのかということをきちんと考えていこうというふうに、そういうふうな形で今日の資料を拝見いたしました。で、今後どういうふうにというふうに申し上げたのはやはり2000年のこう法律がですねある程度できてからやはりきちんとした文献調査に手を挙げていただくところができなかったということでこういう話し合いが出てきますので、回避すべきところは明確に出てくる、そうするとそうではないところの情報をですね慎重ながらもでもきちんと公表しながらそういうところできちんとそういうところで、ある程度勉強していただくとかですね関心持っていただくという何らかの方向ができるようにやはりある程度考えていくという方向性があってよろしいのではないかな。それは今後のこのワーキングの検討の課題の一つだと思いますが、そういうふうに感じております。でなおですね、特に今回の資料の中で5ページの基本的なところなんですが、非常にある意味納得したんですけれども、今の段階の科学的有望値あるいは回避できるところの提示というのは文献調査に入る前段階の、ものであって、場所として非常に適切なんだということの話は、文献調査に入ってからきちんと総合的に判断するものなんだということを改めてきちんとまとめていただいて、そういうことをですね私たちもしっかりと考えて検討することが大事ですし、世の中の関心の度合いから言うとですね何か公表されるともうすぐにいろいろな調査のところも飛び越えていくぐらいのなんか関心もあるのではないかというふうに感じていますので、やはりこういう法定調査をきちんとやっていく、そこで総合的に判断していく手前のですね社会全体で考えていくための基本的な情報なんだというそこのところの認識をもう一度配慮しながら私たちが進めていくことが大事なんではないかということを改めて感じました。でなお一点具体的なことなんですが、15ページから17ページのぐらいの間に隔離機能と閉じ込め機能のことでですねいろいろ項目が出ていて、上から15ページの上から3行目に第2項目で地震断層活動というふうな表記があります。でやはりいろいろなところでですねこういうのの勉強や理解活動などをやっているとですね多くの地域の方は地震国の日本でこういうことのこういう地層処分というのがきちんとできるのかというご質問あるいはお考えを述べられる方が大変多くいらっしゃいます。でそういうことを考えると断層活動ということでその後表や何かに全部出ているんですが、これがその地震活動とどうつながるのかみたいなことがある程度情報として資料の中にこう出ておいていただくとですね今後この資料を社会が受け止めるときにもっとこう理解しやすいのではないかというふうな感じもいたしました。よろしくお願いいたします。はい、ここでそれでは一旦切ってで、どうぞ、高橋さんどうぞ。すみません、ちょっと先ほどトップだったもんで一個ですね申し上げ忘れて、はい、27ページですが、ここで、類似施設があって類似施設について規制基準を参考することとしてその中の説明について、
という動き、まあ、検討を行ったということなんですが、これ好ましい範囲を、ここから参考で導き出せるというのはどういうことでお考えになったのか、ちょっと技術的にちょっと分からない部分がありますのでご説明いただければと思います。すいません。はい、分かりました。それでは高橋の今 の追加の点も含めてですね、3人 の方々からご質問なり、それからご意見いただいたので、ご質問について順番としては小林市長にまず初めに答えてもらって、それからあと栃山委員長さんの方からもですね、ご質問で技術的な部分についてまたお願いしたいと思います。それでは市長から失礼しました。マイク入ってございます。8ページのカッコ P の意味でございますけれども、ご指摘の通りペンディングの意味でございます。回避すべき、それから回避が好ましいと2つ、まあ要件基準を考えようと、そういうことだったわけでございますが、回避すべきの方は、これはまあ言い方があれですけれども、適性が低い可能性が極めて高いということで、法定調査に入らない地域として考えたらいいのではないかという議論が技術ワーキングの方で現在されているということでございます。他方でその回避が好ましいというところまで法定調査の対象外というふうに今の段階で決めきるのか、そこについては文献調査に進んだ結果ですね、回避が好ましいというふうに思ったけれども、そうでないということが確認されるという可能性もありますので、そこまで狭めない方がいいのではないかと、そういう議論もございまして、ここはこれから技術ワーキングでまだ議論可能な議論するところだと認識してございますけれども、そういうことを踏まえまして、事務局の方でP という字を追加をしたということでございます。違ければ技術ワーキングの委員の方から補足をいただければと思います。それからもう一つ、呪楽委員の方からご質問いただきました、その濃い緑と薄い緑のところの話も可能な範囲で私の方からと思います。まず今日の技術ワーキングのご報告はまだ途中のものをこちらに全部決め切ってからご報告ではない方がいいという議論も踏まえてのご報告でございますので、濃い緑のところがこの丸1丸2の観点から全く出てこないのかどうかというところについては、まだ議論の余地があるというふうに私としては理解をしております。それから定性的に議論をしたものをどのように表現をするかということも、まだ議論のが尽くされていないといいますか、これからの議論ということになっていると理解をしております。それからこのフローチャートで書いたところの ③ の事業の実現可能性の確保というような議論もまだされておらず、先ほど栃山委員の方からお話しあったとおり、今後の議論というふうになっているところでございます。従いまして、まだご質問いただいたようなことが確定しているということではないということをご理解いただいた上でのご議論をしていただければと思っております。ただそうしたような時にこの関係性をもう一度見直すというようなことがありえるのかというご質問については、ありえるということだと思っております。それから社会科学的観点というのはどういうふうに入ってくるのかと、これは技術ワーキングを再開する前にもご議論がありましたけれども、事業の実現可能性のところにその技術の観点からフィジビリティをチェックしていただくという中に、社会科学の観点に関連する部分もおそらく入ってくるであろうということは昨年の段階で議論をしていたと思います。それが出てきたときにどのように扱うかというのは、技術ワーキングから廃棄物ワーキングの方にフィードバックをもう一度いただいたときに改めて整理をしようということだったと理解をしておりまして、そこについて変更はないのだというふうに思っております。私からは以上でございます。それでは栃山委員長、補足ございましたらどうぞお願いします。はい、だいたい今市長からご説明いただいたことで、
いいかと思うんですけれども、まだその全体の議論が進んでおりませんで、そのあくまでもその最終的なその閉鎖後の安全性だけを見たときに、そのまだまだその実際の調査をして分かってくる事柄について今分からない時点で、その不確実な事柄でああだこうだと言っても訳が分からなくなりますよというのが一つありまして、こういう形になったんで、そういうことと、それからそのまだその地上施設の場合にはですね、いろんな設定がございまして、その高橋委員が若干そのおっしゃっておりましたけれども、例えばですね、これは今の資料のですね、29ページにそういう議論があったんでございますけれども、まあ、その一番上に施設を支持する地盤施設の十分な支持性能を発揮できず、施設の安全性が損なわれるリスクと書いておりまして、これはその地下のところで実際にそういうその行動を掘削できないような、そういうようなところがあれば具合が悪いということだったんですけれども、まあ、そういうそのまんまの基準というのはそのまんま回避すべき範囲として設定、なかなか今情報がないのでできないので、その代わりにその好ましい要件としては、その上から見ていってですね、ある程度そういう軟弱な地盤がずっと続くような場所というのは避けた方がいいでしょうということを好ましい範囲として設定してはどうでしょうというのがここに書いてございます。でこれは回避が好ましいではなくて、むしろ好ましいの形になっているという意味で、これはですね、全体としては地上の施設を考えた時の安全性というのはですね、その考える時間と空間の範囲がだいぶ違っておりまして、9ページをご覧ください。これもなかなか分かりにくいかもしれないんでございますけれども、その今その処分施設を作って、それがその長期に安全であるかということを考えるときには、その右の側の数万年以上という時間スケールと空間スケールも非常に幅広いところでものを考えていかなきゃいけないと。でそれに対して地上施設を作って建設創業時の安全を確保するとか、事業の実現可能性を考えるというのは、もう少し幅の狭い時間空間範囲の中でものを考えていくという形になりますので、比較的その情報も入りやすいし、いろんな判断がしやすくなると、そういうことがございますので、そういうことをこれから議論していくところの中では、もう少しその好ましい範囲というのが設定できるかもしれないと。でそれはまだこれから慎重に議論しなければいけないということかと思います。で、その際にそのどうしてもその受諾委員がおっしゃったように、社会科学的な問題とその技術的な問題というのをどういうふうにきちんと切り分けるかということでございますけれども、あくまでも技術ワーキングとしては、技術の側から見て実現可能性でありますとか、そういうことをきちんと把握しながらやっていくと。で若干環境影響とかそういう話が入ってきますと難しいんですけれども、まあ、例えばその 今現在その国立公園であるところというのは、やはり避けた方がいいでしょうみたいな話は初めから当然出てくる。でこれが社会科学的なのか技術的なのかと言われてもあるんですけども、まあ、普通に合理的に考えてそういうところは避けるということはありますので、そういうところは技術ワーキングとして整理をしていって、でその結果をこの廃棄物ワーキングの方に戻していただいて、そういう考え方でいいのか抜けがあるかどうかということをご判断いただければというふうに思います。それから、佐喜多委員が、まあ、その手が上がらないことは今申し上げた通りですけども、地震に対する懸念の方はですね、そのやっぱりこれからそのいろんな話をしていくときに、どうしてもその、地下の知識というのは、まあ、一般の方もお持ちでないので、なかなか伝わりにくいと。でそれをなんとかそういう技術の話が社会にきちんとご理解いただけるように整理をしているつもりなんですけれども、基本的にはその断層運動のようなものではなくて、地震というのは基本的にはその処分施設の安全にはあまり関係してこない、全体が揺れるだけですので関係してこないということで最初から入ってこないんですけれども、それを社会に説明するときにはきちんとそういう関係っていうのをきちんとやらなきゃいけないということございますので、それは意識してこれからこういうものを整理していく中で、どういうふうにしたらその世の中に分かっていただけるかというのを、もう技術のワーキングで少し練っていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは次、番員、それから他の方、名札また立てていただいてご指名しますので、番員、新野委員、それから、ですね、
山崎にもですね。あ、補足あります。補足、あ、じゃあ先に山崎今の補足で、それからバインの方に行きますので、はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、すいません、今栃山先生からご説明いただいた通りなんですけども、例えば29ページのですね、先ほど中期更新世78万年前以降の地盤の総圧が気温の掘削等の深さよりも小さい場所って書いてあるんですけども、これ確かに物を作るとき、工事をするときには避けた方が好ましい条件なんですね。だけどじゃあ物を埋めるっていうことを考えたときには、むしろ地面が少し沈んでるわけですから、先ほどの浸食に対する影響は小さいわけですから、こういうところは逆にいいんですよ。ですからその好ましいっていう条件でくくってしまうと、抜けてしまうものの実はもっといいものもたくさんあるわけで、ですからかなり曖昧な形で進めているというところがあります。だからまあ、ダメなものはともかくダメということで分けてもいいんですけども、いいものについて特に好ましいということを先に選んでしまうというのはものすごく首を絞めてしまうということに私はなると思って、僕は個人的にはそのあんまり好ましい範囲というのを出すのは賛成ではないという立場でございました。以上です。はい、はい、それではまた今ご意見として受け止めておきますので、また整理したいと思いますが、ですね、番員、ね、順番は番員、荒野委員、辰巳委員、伊藤委員と、こういう形で1ラウンドやりたいと思いますので、それじゃあ番員お願いします。3つぐらいあって、その3つ目というのはちょっとこの参考資料の方に関することなんですが、この参考資料について後で意見を言う場所が時間があるんですか、それとももう今日はその1のもう1回ぐらいパブリックコメントできると思いますので、じゃあその時に、はい、はい、じゃあ2つになりますが、やっぱり質問です。それでちょうどこのワーキンググループが始まった時に、始まったあたり何回目かだったと思いますが、この地質リーフレットとして日本列島と地質環境の長期安定性、今日はそのものは持ってこれませんでしたけど、こういうのを配っていただきました。いいね。これは日本地質学会が、まあ、出している資料なんですけど、ここでは地質と断層とそれから火山フロント、地温勾配、それから隆起侵食という4つの要素について、まあ、全国マップが作られているような資料でした。そこで質問ですが、この資料はこの6ページのところに使用する文献データについてとなっている3つの条件がありますよね。信頼性の観点から新品質が保証されたもの、透明性云々と、この3つの要件に合致しているものなのかどうなのかということが、まあ、聞きたい一点でございます。で、2点目は、まあ、それぞれの要素が考えられているんだけど、文献調査に入るにあたって、まあ、ここからここら辺りから入っていった方がいいんじゃないのって、その最終的なところに行く、まあ、的に到達するとすれば、そこが外れにくいものとして今議論しているんだろうなと思うんですね。で、そういうふうに考えていくと、いくつかの要件を重ね合わせて考えていくということについて、どんなふうなスタンスでいらっしゃるのかっていうのがちょっと知りたいところです。で、具体的に例えばで言いますと、20ページのところで好ましい範囲として地温勾配が、まあ、低いっていうようなところが、まあ、書いてあります。しかし明確な基準を設定することが、まあ、難しいというふうになっていますけれども、今度はこれ何でしょう、作業環境みたいな感じで26ページのところで言うと、好ましい、まあ、高い地温温泉とか書いてあるこのところですが、処分深度で45度 C を確保できるというので、まあ、必ずしも45度ではなくてもいいのかもしれませんが、ある種具体的にその温度勾配の範囲というのがこう示されていますね。そうすると両方重ね作業するわけだから、まあ、長期安定性の話もあるけれども、そもそもこの45度というをまあ、作業環境として45度を超えない範囲というのは一つの好ましい具体的な基準になってくるのではないかと思うんですが、
そういう、まあ、これは一つの事例で全てにこれができ重ね合わせることができるとも思いませんが、そういうその重ね合わせて考えていくということについて、まあ、どんなふうに考えていらっしゃるのかということの2点がお伺いしたいことです。